キンプリ平野仕様、悪巻ダンスで、ジャニーズ退場は惜しい、声は続出。2023年5月にジャニーズ事務所を退場するキング・アンドプスの平野紫耀。仕様。昨年末から今年にかけて、大型音楽番組での悪巻のダンスパフォーマンスが話題となり、ファンだけでなく一般層からも惜しむ声が相次いでいる。悪巻のダンスパフォーマンス。 平野のダンスパフォーマンスが話題となったのは昨年12月7日に放送された FNS 歌謡祭りでの月読みのパフォーマンスだ。このパフォーマンスでは平野は激しいダンスの振り付けを完璧にこなしながらキレのある動きと表情で観客を魅了した。特に曲の盛り上がりに合わせて披露した高速ターンは T.R.F. のサムからも、やばいな、特に平野しよう、と絶賛された。また、パフォーマンス後のインタビューでは、平野はダンスで見せるという目標を掲げ、今後もダンスに磨きをかけていく意欲を見せた。大晦日の第73回 NHK 紅白歌合戦でも、平野のダンスパフォーマンスは圧巻だった。 アルバム曲、一番のヒッツホップダンスでは、力強い動きと鋭い目つきで観客を圧倒した。このパフォーマンスを見たファンからは、平野市用のダンスは、ジャニーズアイドルの域を超えている、ダンスの表現力は、世界でもトップクラスだと思う、といった声が相次いだ。マルチな才能。平野はダンスだけでなく、演技力や天然キャラも人気を集めている。 演技力については、2020年に主演を務めた映画、かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦から、が興行収入100億円を超える大ヒットとなり、その演技力が高く評価された。また、2022年にはドラマ、新信長伊佐で織田信長役を演じ、新たな一面を見せた。天然キャラについては、 バラエティ番組での天然発言がたびたび話題になっている。その独特なキャラクターは幅広い世代から支持を集めている。ジャニーズ事務所退所後の活躍。平野はジャニーズ事務所退所後、どのような道を歩むのか注目が集まっている。演技やバラエティ番組での活躍が期待される一方で、ダンスを追求したソロアーティストとしての活動も期待されている。 平野は、ジャニーズ事務所退場後も、その才能を存分に発揮し、日本の芸能界を盛り上げてくれるだろう。分析。平野の退場を惜しむ声が続出している理由は、大きく分けて2つあると考えられる。一つ目の理由は、平野の圧倒的なダンスパフォーマンス力だ。 平野は幼い頃からダンスを習っており、その実力は世界的に活躍するダンサーたちからも高く評価されている。昨年末から今年にかけて披露したダンスパフォーマンスはファンだけでなく一般層からも大きな反響を呼んだ。二つ目の理由は平野のマルチな才能だ。平野はダンスだけでなく演技力や天然キャラも人気を集めている。そのため、 ジャニーズ事務所を退所すれば演技やバラエティ番組などでさらに活躍の場を広げることができるのではないかと期待されている。平野はジャニーズ事務所を退所後どのような道を歩むのかその動向に注目が集まっている。追加内容。平野のダンスパフォーマンスが評価されている理由の一つはその表現力の高さにある。 平野は曲の持つ世界観やメッセージをダンスで表現することに長けている。例えば FNS 歌謡祭りで披露した月読みのパフォーマンスでは曲の持つ切なさと切なさを表情や動きで表現した。また第73回 NHK 紅白歌合戦。 で披露した一番のパフォーマンスでは曲の持つ力強さと自信を力強い動きと鋭い目つきで表現した。平野のダンスパフォーマンスは単に技術的に優れているだけでなく音楽を深く理解した上で表現されていることがその評価の高さにつながっていると考えられる。また平野はダンスの表現力だけでなくそのオリジナリティにも定評がある。 平野は独自の解釈でダンスをアレンジし、